手話法の図シワ法は19世紀にイギリスのアレクサンダー・メルビルベルによって考案された聴覚障害者のための会話教育に使用される音声記号の一種。手話法の文字は国際音声記号と異なって既存の文字に基づいて作られたものではなく、各文字が超音器官を象徴する点を特徴とし、それに基づいて発音器官を動かす練習をする。現在では使われていない。 アレクサンダー・メルビル・ベルは有弁学者として、聴覚障害者の発音教育を研究し、シワ法を発明して1867年の著書、ビジブル・スピーチでその方法を交換した。はじめベルは息子たちにこの文字を教えたが、1870年に、次男のアレクサンダー・グラハム・ベル以外を失うと、カナダのブラント・フォード近くに引っ越し、後に、ボストンに移った。 シワ法の文字は単に聴覚障害者教育のための文字にとどまらず、文字が超音器官の動きを表すために世界の言語の音を表現できる。音声学者ヘンリー・スウィートはシワ法の文字を多少改良し、ローミックと区別してオーガニックと呼んで、辞書 A プライマーオブフォネティクスやいくつかの論文で用いた。ボイを表す記号は愛の字に似ており、 縦棒の上や下に針のついた字で表される。針が上にあれば強母音、下にあればボ母音、両方にあれば中央母音となる。針の向きが左なら奥ボ母音、右なら前ボ母音、両方なら中ボ母音を表す。遠心母音は横線を加える。さらに針の形によって、ナロー、ワイドが区別される。全部で36の母音が区別される。 心を表す記号は4種類の超音方法によって形が決まっており、文字の向きなどによって10種類の超音部位を区別する。また、有声音は無声音に線を追加する。他に音の長さや強さなどを表す記号が存在する。日本では岩倉施設団に随行していた田中藤丸が1872年にグラハムベルの元を訪れ、シワ法に興味を示したらしい。 ついで、アメリカ合衆国に留学中の伊沢修二が1876年のフィラデルフィア万国博覧会でグラハムベルによるシワ法の展示を見、日本人の英語教育に応用できると考えた。伊沢の訪問を受けたグラハムベルは、実際に英語教育に使えることをデモンストレーションしてみせた。日本に帰国後、伊沢は日本語の方言矯正や、き音矯正。 台湾での言語教育に、シワ法を用いた。服部ト郎は、シワ法の文字が、音声整理学的に見て、極めて合理的であることを認めつつ、超音の微細な違いを表記できない点では、ローマ字と変わらず、その上に印刷が困難で、手書きで書くのも記憶も容易でなく、特に母音の記号が、ベルやスウィートの理論に基づいて作られているため、 その理論に従わない学者が使うことが困難であることを欠点として挙げている。ありがとうございます。